4月7日、地方競馬の AI レース予想です。穴馬やその他の情報は本チャンネルの概要欄を参照してください。それではスタート。水沢は1レース。予想上位はリュラネブラ。目標タイムは0分 52.9 秒です。荒れにくいレースになりそうです。水沢は2レース。予想上位はエモーリボン。目標タイムは0分 52.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は3レース。予想上位はライブマスタード。目標タイムは1分 1.4 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は4レース。予想上位はキックフリップ。目標タイムは1分 25.2 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は5レース。予想上位は吉木田。目標タイムは1分 25.8 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は6レース。予想上位はクロスビー。目標タイムは1分 45.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は7レース。予想上位はマルルット。目標タイムは0分 51.9 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。水沢は8レース。予想上位はピカンチダブル。目標タイムは0分 51.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。水沢は9レース。予想上位はアジアの海賊。目標タイムは1分 44.0 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。水沢は10レース。予想上位はゴールデンギフト。目標タイムは1分 43.9 秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。水沢は11レース。予想上位は富士ユージーン。目標タイムは1分 43.2 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知1レース。予想上位は佐藤のフェイバー。目標タイムは1分 25.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知2レース。予想上位はサウンドウィッシュ。目標タイムは1分 25.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知3レース。予想上位はゲンパチマイティ。目標タイムは1分 30.5 秒です。硬いレースになりそうです。高知4レース。予想上位はミスズメジャー。目標タイムは1分 31.5 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。高知5レース。予想上位はルピナステソーロ。目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知6レース。予想上位はネオブレイブ。目標タイムは1分 31.1 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知7レース。予想上位はスブニールでジール。目標タイムは1分 30.8 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知8レース。予想上位はフリーウィービング。目標タイムは1分 30.8 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知9レース。予想上位はマイネルオスカル。目標タイムは1分 31.6 秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。高知10レース。予想上位はコルニリア。目標タイムは1分 31.9 秒です。荒れない確率の方がやや高いです。高知11レース。予想上位は佐藤のアレックス。目標タイムは1分 30.3 秒です。荒れにくいレースになりそうです。高知12レース。予想上位はノックオンウッド。目標タイムは1分 24.9 秒です。荒れる確率の方がやや高いです。佐賀1レース。予想上位はメーリッハベイ。目標タイムは1分 26.1 秒です。
荒れる確率の方がやや高いです。サガニレース、予想上位はラズライトサナ、目標タイムは1分26.0秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガサンレース、予想上位はワンダーグラン、目標タイムは1分31.3秒です。荒れない確率の方がやや高いです。サガ4レース、予想上位は青いラグリー、目標タイムは1分32.4秒です。荒れる傾向が強いです。サガ5レース、予想上位は北高赤月、目標タイムは1分30.3秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ6レース、予想上位はグラインドアウト、目標タイムは1分59.9秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。サガ7レース、予想上位はデステハド、目標タイムは1分30.5秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ8レース、予想上位はバズッチ、目標タイムは1分30.1秒です。レースが荒れるかは半々といったところです。サガ9レース、予想上位はトライファン、目標タイムは1分31.4秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ10レース、予想上位はキトウイン、目標タイムは1分58.3秒です。荒れる確率の方がやや高いです。サガ11レース、予想上位はサンマルセレッソ、目標タイムは1分31.6秒です。そこそこ荒れるレースになりそうです。ここからは出走馬の中で馬娘に実装された馬たちの子孫やゆかりのある子を紹介していきます。予想とは一切関係ありません。ユバンスリーズ、キタウィン、ヒロシゲッパール、ストレート、フォーユーランナー、ブライティアセルバ、ログハウス、マイプレイス、マーゴットミトス、ピーグリーズ、ピカンチダブル、西野ブライアント、ヤマショーリアン、ヤギリオーディ、サンエイマジック、サンエントジアスタ、星旗の奇跡、テーオーラファエロ、サトのフェイバー、パルフユメ、ブリーオ、ロードレアル、ゲンパチマイティ、レストフェローズ、シズオー、ガレージドライブ、キングオブマイヤー、エイシン響き、スカリーワング、ネオブレイブ、イーグルフェザー、ルバンベール、ゴールドクロス、武蔵風神、グレイブルーラー、マイネルオスカル、エイシンクレーサー、ヒロシゲダイヤ、エルモドーロ、エンダウメント、アウタースペース、フォーカスオンミー、名称イナセ、フェリスウィング、ガンネル、アストラルポケット、ゲットザナック、ユールメイキッド、リトルフェアリー、ハッピー香港、テイエムサズマドン、プラティア、メンティ、イシキック、アントニオヒロキ、ムーンパスカレッジ、バズッチ、ポケットからキュン、マイブ、マイネルケイロー、デルマウアテナゲ、アクトゥールキネマ、オクタグラム、エムオーリボン、マイネルブデッド、八重のシャイン、ラストサミット、インサリウグル、カッチャオ、ツーエムプライド、マルルットオ、ピースワンパルフェ、ヤマニンエピクーレ、ウェルメイド、ハットグッドゲット、ハッピープリデイル、ビルゲート、プロト様に、カプティフ、ノーペルーサ、エイシンリュージュ、白身ジャベリン、アイタイ、天敵戦績、西剣リターン、キーフラッシュ、ビッグリュウオウ、チアップ、ミーハディビーナ、ダノンカオス、名称剣聖、セクシーデザイン、ロドルフ・ブレイン、
ラコンテ、オンラインパワー、花火ちゃん、クライムエンジェル、デステハド、リネンスピリット、ヒネゴゼン、残熱、テイエムイン、プリムスフィーリア、ユーノダンマーム、テイルインド、マテラサン王、コンフ、ルーラルーラ、ティエナナイスガイ、サビトリ、ワールドヘリテージ、グレーシー、カシノフワード、ネオリーズ、ヨモギ、ウィンドアベニュー、ヤマニンジャベリン、ヨシキタ、マルケイベスパ、サンタバーガラ、ミルヒストラーセ、エコロワカ、コルテーゼ、アメイジングスター、ユッカクローナ、工業サウス、サクラトップキット、サンウェイキャノン、ユーユープリエ、SKO 館、マイネルラッチョ、スリールサンセール、ヤマニンフェリクス、ビッグブルー、マサノビジョン、トーセンジャック、テンテスタース、デルマーオッカ、ゲンパチレオニダス、ナノハナ畑、マイネルパイオニア、ネルガル、ヒシエレガンス、ウィンダークローズ、トレイトセオリー、ジュグゼーム、サトノアレックス、スターライトテール、エステランスノバ、メリープランク、メーリッハベイ、名称ホーベニー、容易ではないか、ジロローザ、ジャスタワンウルフ、パンケーキ、シェヘラザード、ポストモダン、スクリーンアピール、ミンクス、ブラーグサージュ、セーリング、ドリームサンデー、アルテミスバイオ、テイエムジンキュー、エンジェルステア、レッドイットゴー、ディディクラージュ、キトウイン、スイカズラ、レーヌデゼトワール、モノノフブルー、ラズライトサナ、オンネマトカ、ピエントマルコ、ゴーゴーオンニー、ハチキン娘、エスグマ、ビッグサララルーフ、ハーディローズ、ブルースワット、メモワールロマン、トラモンタン、スイープステークス、リトルカリッジ、イサチル大地、エイシンケビン、コモドアーズ、ワンダーハイパー、アキバ、ケンタッキーグレイ、アグルーメ、マクロー、クラウンフラッシュ、テイエムサガドン、ユクサキタ、ムーンベストホース。水沢第一レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。5番キタクイーンが前に行きます。5番キタクイーンの背後には2番パンテーラネラ、7番キタスクワットカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番キタクイーン。その後には7番キタスクワットと1番ニュラネブラが続きます。4番レディマーシャルが追い上げてくる、先頭か。4番レディマーシャルがゴールイン。続くは1番、3番、2番か。水沢第2レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。まずは9番エモーリボンが先頭に立ちます。並ぶように8番グレーシ、4番ニュバンスリーズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番エモーリボン。その後には4番ニュバンスリーズと7番ピカパンドーラが続きます。3番エイシンマエストロが後ろから追ってくる、追い抜くか。3番エイシンマエストロが1着見事。続くは9番、5番、1番。水沢第3レース、各馬揃って、スタートが切られました。先頭を走るは8番ライブマスタード、並ぶように10番ウィンドアベニュー、1番カシノフォワートか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ライブマスタード、その後には1番カシノフォワートと5番マイネルブデッドが続きます。3番ネオリーズが追い上げてくる、先頭か。3番ネオリーズがゴールイン。続くは4番、8番、10番か。水沢第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは4番、広重パール。2番手は11番、ラストサミット、3番、キックフリップか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番、キックフリップ。その後には4番、広重パールと1番、ゼルターが続きます。
3番キックフリップそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番キックフリップがゴールイン。続くは8番、9番、10番か。水沢第5レース、枠入り完了しました。スタートを切りました。まずは5番吉北が先頭に立ちます。その後ろには8番マイプレイス、1番ハバネロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番吉北。その後には8番マイプレイスと10番スイークステークスが続きます。10番スイークステークスが後ろから追ってくる。先頭か。10番スイークステークスがゴールイン。続くは8番、7番、1番か。水沢第6レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。5番リトルシスターが早速先頭を取る。2番手は9番エイシンモシリ、4番カガロケットか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは4番カガロケット、その後には7番クロスビーと5番リトルシスターが続きます。7番クロスビーそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。7番クロスビーが1着見事。続くは3番、5番、6番か。水沢第7レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは2番マッシリア。並ぶように5番ファルーク、9番ミルヒシトラッセか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番マッシリア。その後には5番ファルークと6番マルルットーが続きます。3番エスクマが先頭に立つか、追い抜くか。3番エスクマがゴールイン。続くは4番、6番、9番か。水沢第8レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは8番スーパーマルキア。2番手は6番ピカンチダブル、3番ダンストーンレーブか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番ピカンチダブル。その後には8番スーパーマルキアと3番ダンストーンレーブが続きます。3番ダンストーンレーブが先頭に立つか、先頭か。3番ダンストーンレーブがゴールイン。続くは9番、6番、4番か。水沢第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。12番ニュッカクローナが前に行きます。その後ろには10番中央ペット、11番大気モンストルか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番ニュッカクローナ、その後には9番ストロングフーブスと8番アジアの海賊が続きます。8番アジアの海賊が追い上げてくる。先頭か。8番アジアの海賊が1着見事。続くは9番、5番、6番か。水沢第10レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。2番ピースワンパルフェが前に行きます。並ぶように11番プリマウェイ、3番ゴールデンギフトか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ゴールデンギフト、その後には9番ヤマニンエピクーレと2番ピースワンパルフェが続きます。1番サンウェイマジックが先頭に立つか、追い抜くか。1番サンウェイマジックがゴールイン。続くは3番、5番、9番か。水沢第11レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは3番富士ユージインが好スタートを切った。2番手は1番リトルカリッチ、8番竜のダンマームか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番富士ユージイン、その後には5番サンウェイキャノンと1番リトルカリッチが続きます。3番富士ユージインそのまま独走か、逃げ切れるか。3番富士ユージインがゴールイン。続くは4番、1番、5番。高知第1レース。さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。先頭を走るは12番サトノフェイバー。12番サトノフェイバーの背後には2番ドーフォルス、3番イーベンフォルツか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは12番サトノフェイバー。その後には2番ドーフォルスと5番ウィンジョイフルが続きます。12番サトノフェイバーそのまま独走か、独走か。12番サトノフェイバーが1着見事。続くは9番、5番。高知第2レース。さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。先頭を走るは3番パルフ夢。その後ろには8番サウンドウィッシュ、9番イサチル大地か。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番サウンドウィッシュ、その後には10番ロードレアルと4番ベイシャハーメルンが続きます。8番サウンドウィッシュそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。8番サウンドウィッシュがゴールイン。続くは10番、7番、6番。高知第3レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは6番プロト様2が好スタートを切った。
6番プロト様2の背後には3番ゲンパチマイティ、5番ベストフェローズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番ゲンパチマイティ、その後には6番プロト様2と5番ベストフェローズが続きます。3番ゲンパチマイティ、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。3番ゲンパチマイティが1着見事。続くは1番、6番。高知第4レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは1番カプティフ。2番手は4番ミスズメジャー、7番ヤマニンフェリックスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番カプティフ。その後には4番ミスズメジャーと8番スプリングラブが続きます。4番ミスズメジャー、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。4番ミスズメジャーがゴールイン。続くは8番、7番、1番か。高知第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。先頭を走るは5番ルピナステソーロ。後を追うのは6番スカリーワグ、11番西ケンリターンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ルピナステソーロ。その後には6番スカリーワグと7番ビオマージュが続きます。5番ルピナステソーロ、そのまま逃げ切れるか、独走か。5番ルピナステソーロがゴールイン。続くは7番、3番、6番か。高知第6レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは11番ダノンパペットが好スタートを切った。11番ダノンパペットの背後には9番マサノビジョ、10番バランセカズマか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは10番バランセカズマ、その後には6番メイショウエイコーと2番ネオヒューズが続きます。10番バランセカズマ、そのまま独走か、逃げ切れるか。10番バランセカズマが1着見事。続くは1番。高知第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは1番ルヴァンヴェール。1番ルヴァンヴェールの背後には8番チアアップ、9番スブニールデジールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番スブニールデジール。その後には7番ノクターナリティと3番コモドアズが続きます。7番ノクターナリティが先頭に立つか、先頭か。7番ノクターナリティがゴールイン。続くは9番、1番、3番か。高知第8レース、ゲート入り完了。さあ、スタートしました。11番フリーウィッイングが早速先頭を取る。並ぶように5番リトルパイングッド、2番ゴールドクロスか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番フリーウィッイング。その後には2番ゴールドクロスと5番リトルパイングッドが続きます。11番フリーウィッイング、そのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番フリーウィッイングがゴールイン。続くは8番、12番。高知第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。8番マイネルオスカルが前に行きます。その後ろには9番モノノフブル、5番ブレイブルーラーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番マイネルオスカル。その後には9番モノノフブルと5番ブレイブルーラーが続きます。8番マイネルオスカル、そのまま独走か、独走か。8番マイネルオスカルが1着見事。続くは5番、9番、4番か。高知第10レース、さあ、舞台は整いました。スタートが切られました。6番コルニリアが早速先頭を取る。並ぶように7番バイタリティ、9番フクチャンキングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは6番コルニリア、その後には7番バイタリティと9番フクチャンキングが続きます。6番コルニリア、そのまま独走か、逃げ切れるか。6番コルニリアがゴールイン。続くは9番、3番、7番か。高知第11レース、各馬、揃って。さあ、スタートしました。まずは6番ジュブゼームが先頭に立ちます。並ぶように5番ハーディローズ、2番サンエルセントロか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番サトノアレックス、その後には6番ジュブゼームと2番サンエルセントロが続きます。9番サトノアレックス、そのまま独走か、逃げ切れるか。9番サトノアレックスが1着見事。続くは2番、7番、6番か。高知第12レース、各馬、揃って。スタートを切りました。まずは5番ノックオンウッドが好スタートを切った。その後ろには11番コーエイバクシン、4番ナイルローズか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番ノックオンウッド、その後には4番ナイルローズと11番コーエイバクシンが続きます。5番ノックオンウッド、そのまま独走か、逃げ切れるか。5番ノックオンウッドがゴールイン。
続くは4番、11番、9番。佐賀第1レース、各馬、揃って。スタートが切られました。まずは1番エスペランスの馬が好スタートを切った。後を追うのは5番メリープランク、10番スイフトアローカ。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番エスペランスの馬、その後には5番メリープランクと10番スイフトアローが続きます。4番メイショーイナセが後ろから追ってくる、追い抜くか。4番メイショーイナセが1着見事。続くは7番、10番、8番か。佐賀第2レース、各馬、ゲートイン完了。スタートを切りました。まずは3番アストラルポケットが先頭に立ちます。後を追うのは2番ラズライトサナ、8番ジャスタワンウルフか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは2番ラズライトサナ、その後には3番アストラルポケットと8番ジャスタワンウルフが続きます。2番ラズライトサナそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。2番ラズライトサナが1着見事。続くは1番、3番、8番か。佐賀第3レース、さあ、舞台は整いました。さあ、スタートしました。まずは6番リーセフィヨルドが先頭に立ちます。並ぶように10番ポストモダン、3番ユールメイキッドか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番ワンダーグラン、その後には10番ポストモダンと2番ゲットザナックが続きます。8番ワンダーグランそのまま独走か、逃げ切れるか。8番ワンダーグランが1着見事。続くは9番、2番、10番。佐賀第4レース、ゲート入り完了。さあ、スタートです。先頭を走るは11番ミンクス。2番手は9番アオイラブリー、7番フーレドロールか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは9番アオイラブリー、その後には7番フーレドロールと6番ナディアクイーンが続きます。9番アオイラブリーそのまま独走か、逃げ切れるか。9番アオイラブリーがゴールイン。続くは6番、3番、1番か。佐賀第5レース、各馬、揃って。さあ、スタートです。10番秋葉が早速先頭を取る。並ぶように5番佐藤のたける、11番フラスティーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは8番フォードテソーロ、その後には3番北高赤月と5番佐藤のたけるが続きます。3番北高赤月が先頭に立つか、追い抜くか。3番北高赤月が1着見事。続くは8番、4番、5番か。佐賀第6レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。先頭を走るは5番グラインドアウト。その後ろには12番クライムエンジェル、3番ドリームサンデーか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番グラインドアウト。その後には12番クライムエンジェルと8番マルテミスバイオが続きます。5番グラインドアウトそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。5番グラインドアウトがゴールイン。続くは9番、12番、4。佐賀第7レース、枠入り完了しました。さあ、スタートしました。3番デスペハドが早速先頭を取る。2番手は2番アストライオス、1番ファイティングか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは3番デスペハド、その後には1番ファイティングと4番マグルーメが続きます。3番デスペハドそのまま独走か、独走か。3番デスペハドがゴールイン。続くは1番、4番、6番か。佐賀第8レース、各馬、ゲートイン完了。さあ、スタートしました。まずは11番バズッチが先頭に立ちます。後を追うのは3番ムーンパスカレッジ、9番ミスマチルダか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは11番バズッチ、その後には8番コスモサミットと3番ムーンパスカレッジが続きます。11番バズッチそのまま逃げ切れるか、逃げ切れるか。11番バズッチがゴールイン。続くは8番、1番、6番。佐賀第9レース、ゲート入り完了。スタートを切りました。まずは2番オンネマトカが好スタートを切った。2番オンネマトカの背後には6番ポケットからキュン、1番トライファンか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは1番トライファン、その後には2番オンネマトカと9番ラファエレが続きます。1番トライファンそのまま逃げ切れるか、独走か。1番トライファンが1着見事。続くは5番、11番、9番か。佐賀第10レース、各馬、揃って。スタートを切りました。先頭を走るは7番手 M サガドン。7番手 M サガドンの背後には9番ビエントマルコ、6番スターオブーノか。
レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは7番手エムサガド、その後には3番キトウインと9番ビエントマルコが続きます。3番キトウインが先頭に立つか、先頭か、3番キトウインが1着見事、続くは1番、2番、9番か、か。サガ第11レース、ゲート入り完了。スタートが切られました。9番デルマ上手投げが前に行きます。後を追うのは1番プリムスフィーリア、10番スイカズラか。レース後半に入ります。最初に第4コーナー回ったのは5番サンマルセレッソ、その後には9番デルマ上手投げと2番ビヨンドザバラードが続きます。5番サンマルセレッソそのまま独走か、独走か。5番サンマルセレッソがゴールイン。続くは7番、8番、2番か。